ピエール・カリエベルーズは、フランスの画家である。バレエダンサーを題材した作品を多く描いた。パリで生まれた。父親は彫刻家のアルベール・エルネスト・カリエベルーズで、兄に彫刻家、画家のルイロ・ベール・カリエベルーズがいる。父親から美術を学んだ後、パリのエコール・でボザールで、アレクサンドル・カバネルに絵画を学んだ。1875年にサロンド・パリに、初めて出展した。 1887年のサロンで戦外科作を得た。主に女性の人物画を描いた。バレエダンサーを描いた作品はしばしばパリの新聞フィガロイリュストレ氏に掲載された。1889年のパリ万国博覧会の展覧会に参加し、銀メダルを受賞した。父親が重要なメンバーであるフランス国民美術協会の会員に1893年に選ばれ、 国民美術協会の展覧会には毎年出展した。1885年頃からパステル画をもっぱら描くようになり、1885年に作家、オノレド・バルザックの親類の女性と結婚した。ドーバー海峡のコート・ド・パールの風景も描き、パイ・コールド・カレー県のウィッサさんの海岸の陰に上の屋敷を所有し、金坊の砂丘をしばしば描いた。 ビッサンに住むアドリアン・ド・モント・ビルジニー・ド・モンブルトンの画家の夫妻らによって形成された画家のグループ、ビッサン派に数えられる。1885年からパリのベルティエ大通りに住み、そこにはプラークが掲げられている。ありがとうございます。